皆様こんにちは、カレンゲームラボのカレンです。ローグライク系ダンジョン探索 RPG がお好きな方へ朗報です。本日はメイドインアビスを彷彿とさせつつ、トルネコ風ダンジョン探索 RPG フレデリカを紹介したいと思います。今回紹介する内容はこちら。1つ目、フレデリカの概要。2つ目、バトルについて。3つ目、育成について。4つ目、エンドコンテンツについて。5つ目、遊んでみた感想。以上5点となります。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録、高評価ポチッとお願いします。それでは早速見てまいりましょう。まず本タイトルの概要について。タイトル名フレデリカ、リリース日2023年9月28日スイッチ版、2023年10月4日スティーム版。ジャンルはローグライク RPG、 開発はマーベラス、プラットフォームはスイッチ、スティームとなっております。マーベルスは CS だとルーンファクトリーやサクナ姫、ソシャゲだとドルフィンウェーブやログレス、さらにちょっと前に話題となった黒歴史となるサクラ・イグノラムスなど、いろいろなタイトルを出しているパブリッシング&開発スタジオとなっております。そんなゲームスタジオが今回リリースするのは、言葉は希望か絶望か、繰り返すたびに強くなるアクション RPG フレデリカ。ということで、本作はアンリアルエンジンを採用していることから、見てくださいよこの迫力のあるシーン、しっかりと見せ場を作ってくれていて、物語を進めていくと要所要所にこういった高品質の映像を楽しむことができるようです。本作の物語の概要は、とても平和で幸せな王国がありました。ただその国には王様だけがいませんでした。かつての王は世界中から言葉を奪い去り、二度と戻ってくることはなかった。言葉が奪われた世界で7人の主人公が王を探すためダンジョンを探索していくといった内容。ゲームはローグライク系アクション RPG となっていて、ダンジョンを行き来し、キャラを入れ替えながらダンジョン最深部へ向かっていくといった流れ。体験版では扉を開けるためのスイッチ探しの要素があったので、最深部に行けば行くほどこの手の謎解きやギミック要素がふんだんにあると想定します。概要はこんな感じ。続いてバトルについて。本作のバトルは通常攻撃、スキル1、2、3、回避アクションを駆使しつつ敵を殲滅していくのですが、よくあるソシャゲアクション RPG と比べると結構手軽にアクションゲームを楽しめる感じとなっております。特にジャスト回避とかスキル回しとかそういった要素はないので、シンプルに敵の隙を見て攻撃し、敵の攻撃に合わせて回避するのみと、かなりシンプルで気軽にアクションが楽しめる内容です。次は育成について。育成はキャラの育成、スキル取得、武具の生産といったシンプルな育成設計となっており、キャラはレベルアップとスキル取得の2種類。敵を倒すことで得られる経験値でレベルアップ、スキル取得はキャラのレベルアップで得られるスキルポイントを消費することで取得可能。さらにスキルポイントを消費することでスキルレベルをアップさせることができます。武具はダンジョン内の宝箱やモンスターを討伐することで入手できる設計図と、様々な素材を合成することで制作可能。強化は武器や防具などを分解することで得られるアイテムで強化可能となってます。さらに特定の武具には魔石を装備させることができ、様々な効果を付与することができます。続いてはエンドコンテンツについて。現状わかる範囲ではダンジョン内から移動できる高難易度ダンジョンが確認できたのみで、常設のエンドコンテンツの確認はできませんでした。とはいえキャラ育成や武具の厳選などローグライクならではの遊びがメインとなっているので、遊び応えは十分にあります。ここまでがざっくり簡単にゲームの紹介となります。で、遊んでみた感想は、結論から言うと面白いです。アクション面はシンプルだなと思いつつも、結構タイミングを間違えると敵の攻撃を受けてしまったり、敵の倒す順番を考慮しながら戦っていくことで不利な状況でも戦闘を有利に運ぶことができたりと、意外と考える要素が多く、シンプルなアクションであるからこそその他のところで考えながらプレイできるのはなかなか良いなと感じました。またダンジョン探索が結構面白くて、ダンジョン内のミッションや高難易度ダンジョンのクリアなど、ダンジョンを進めていくほどやることも増え、難易度も上がり、さらに報酬も良くなっていくので、もっとキャラを強くしてダンジョンを攻略したいなといった感じになれるので、ついつい時間を忘れてプレイしちゃいます。使用できるキャラが7人いて、ダンジョンによってはここはあのキャラ使った方が効率良かったなとかあるので、全キャラ育成しておくと周回がかなり楽になると思います。
ダンジョン内では特定の箇所でキャラの変更が可能なため、ローテーションを組みながらキャラのレベリングができたり、ずっと同じキャラを使ってると飽きたりもするので、ダンジョン内で主要キャラの変更ができるのは結構嬉しい要素ですね。ローグライク要素としては、死んでもアイテム全消失とかはなく、一部消失とさほど厳しくなく、ローグライクをカジュアルに遊べるような感じとなってます。軽く遊ぶ分には小難しさはない印象。またレアリティの高い武具や魔石の生成素材収集がストーリークリア以上に遊びの中心となってくるので、ストーリーそっちのけで素材収集を始めると、良い意味で時間を忘れて遊んでしまいます。収集癖の強い方は多分かなりハマるんではないでしょうか。意外とレアリティの高い装備は頻繁に入手できるものの、装備に付与されているバフ効果が結構重要で、このバフ効果が理想的なものではないと、どんなにレアリティの高い装備でもちょっとパッとしないんですよね。自分の理想とする装備を厳選するためのダンジョン探索がはかどるといった感じ。さらに魔石も同様に、付与されているバフ効果次第では厳選が必要となってきます。個人的には序盤は経験値アップや資金アップなどの効果がついている武具や魔石を装備させておくと、キャラの育成がはかどってきます。武具を生産するにもお金がかかるので、資金アップのバフは重宝しますね。また料理要素も実装されていて、ダンジョン内で入手した食材や畑や農場の素材を元に料理を作ることが可能で、ダンジョン突入前に作った料理を持っていくことでバフ効果を付与させることができ、ダンジョン探索を有利に運ぶことができます。全体通してみても、現状はつまらないという部分はなく、しっかりとローグライクとしてのやり込み要素は機能しつつ、アクションはシンプルではあるものの、その分その場の状況を踏まえた戦略立てができたりと、遊び応えは十分にあると思います。悪かった点を強いて言うなら、ダンジョンが都度新しいものにはならないっていうところですね。スタート地点が変わるため、感覚的には新しいマップを遊んでいるかのようになれるけど、周回を繰り返しているうちにマップの構造を把握できてしまいます。ここが唯一無二のマップ生成であれば、かなりやりごたえがあり、難易度の高い内容になったのではないでしょうか。もう一つは、敵へのターゲット指定に癖がある。近い敵にターゲットを合わせてしまうので、乱戦中は倒したい敵にターゲットを合わせるのがちょっと難しいと感じました。あとやっぱり遠距離キャラは生存率高いし強い。これが悪いわけではないんですが、どうしてもこの手のゲームは遠距離強い状態になってしまいますね。はい、って感じです。今回は、言葉は希望か絶望か、繰り返すたびに強くなるアクション RPG フレデリカのプレイレビューとなりましたが、いかがでしょうか。ローグライクをライトな感じで遊べるので、ローグライク入門という位置づけでは良いのかなといった感じ。現在体験版が出てるので、気になる方はぜひプレイしてみてはいかがでしょうか。今後もこういった感じでプラットフォーム問わず新作タイトルの紹介などしていきますので、よろしくお願いします。ということで、チャンネル登録はお任せしますが、ぜひもう一本カレンゲームラボの動画を見ていただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。